とはチャンネルかなとです。よろしくお願いします。はい、今日はこちら怪盗戦隊ルパンレンジャー vs 警察戦隊パトレンジャーの夏映画アンフィルムのプレミア前売り券を買ってきました。というわけでこちら限定の vs ビークルでございます。ライトね。今日はこちらを、見ていきましょう。はーい。はい、こんな感じです。もう早速ね、開けちゃいましょう。よいしょ。ルパンレンジャーシールよいしょ。はい、こんな感じですね。そして、シールはこんな感じです。こっちがね、ミュージックダイヤルファイターのシール。そしてこっちがトリガーマシンミュージックのシールになっております。今回はね、どちらもミュージックの VS ビークルになっております。はい、説明書こんな感じですね、さあこちらがミュージックダイヤルファイターシール貼ってない状態ですね、このような感じになっております、ピンクと紫、なんか怪しいカラーだね、怪しいカラー、敵みたいなカラーね。そしてこちらがトリガーマシンミュージックのシール貼ってない状態です、このような感じになっております。はい、青と水色、そうだね、海っぽいね。そうだね、こっちはなんか逆になんか夏カラーって感じだね。夏夏、はい、じゃあこちらどちらもねシール貼りたいと思います。はい、せーの、はい、貼り終わりました。このような感じでございます。はい、こちらがねミュージックダイヤルファイターです。こんな感じになっております。はい、羽の部分のねシールがこんな感じでピアノの鍵盤みたいになっております。はい、シールはここだけだったね、さあそしてこちらがトリガーマシンミュージックになります。はい、こんな感じです。見て、音符が並んでおります。めっちゃ爽やかだよね。始ま、じゃあ VS チェンジャーとも連動させましょう。いきます。まずはミュージックダイヤルファイター、なんか今までにない感じの音声、出動は、ない感じはい、ちなみにダイヤル回します。こんな感じね。あ、そうだ。忘れてた。セットして、回しても、音声鳴らないので、え？勝手になっちゃうのこれ。勝手になるの？このままにしてみるよ。ほら。勝手になっちゃう。勝手になっちゃう。え、このままトリガー引くと？まあ、なんないね。通常攻撃音は？あ、いつもの感じ。なるほど。それじゃあトリガーマシンミュージックも VS チェンジャーと連動させましょう。ちょっと待って。一緒？音声一緒だよね、これね。いけた。ブースト、一緒え、ブ
あれ、出動ないのか。マジか。ちょっと残念。そうだね。ちなみになんだけど、ピン配列、ああやっぱり一緒だ。一緒だ。一緒だ。ちょっと残念。残念。大島。はい、そんなわけで今日はこちらの怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パートレンジャー。ミュージックダイヤルファイター&トリガーマシンミュージックを紹介しました。はい。こちらね、夏映画に多分登場するんだと思うんですけれども、ちょっとね、怪盗も警察もね、音声がちょっと一緒だったのがね、残念だったかな。もうちょっとなんか欲しかったという感じでございます。はい。はい。皆さんも気になったらね、買ってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いいたします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで、今日はこの辺で、バイバーイ。